球団 OB が語る同じ関西なのに阪神とオリックスの衝撃的な違い。共に関西に本拠地を置く球団同士が対戦するのは59年ぶりの日本シリーズ。互いに譲らず3勝3敗の接戦で最終戦までもつれる白熱の展開となりましたが、第7戦を7対1で勝利した阪神が1985年以来38年ぶり2度目の日本一で幕を閉じました。そんな関西2球団に在籍経験がある球団 OB が両球団に衝撃的な違いがあると言及。実力を持つ両チームに一体どんな違いがあるのでしょうか。オリックスに来てから笑顔が増えた。古巣の阪神ではもう一人違う自分を作っていた。自分と違う人間がやっている感覚だったと語るのは、現役最後にオリックスに1年間在籍した能見篤史氏。能見氏は2004年のドラフトで阪神に入団。2005年から2020年まで阪神に在籍し、先発ローテーションの一角として活躍。その後2021年から選手兼任投手コーチとしてオリックスに入団します。日本シリーズにも登板し、最速147キロを計測するなど衰え知らずの投手でした。またブルペン担当のコーチも兼務しながら、山本由伸や宮城大弥らに助言を送り、躍進をサポートするなど、豊富な経験と絶妙な能見節で後輩から慕われ、頼れる存在としてチームに与えた力は大きかった。そんな能見が関西2球団の違いについて、確かにオリックスの方が笑顔が増えていましたね。自然と環境が違いますから。阪神ではどこに行っても見られていますし、ちょっとしたことですぐ記事になるというのもありましたから、入団した時から笑うというのはなかったですね。今は変わっていると思いますけど、昔はチームの雰囲気的にも笑うなじゃないですけど、そういう感じはありました。ヘラヘラ笑っていたらそれだけで取り上げられるような雰囲気でしたし、そういう環境だったので笑えないというのが染みついていましたね。阪神時代にはメディアを通して伝わってくるコメントも最小限のイメージだった能見は、オリックス移籍後に初めて取材された記者からは、こんなによく話す選手なのかと驚愕したといいます。能見は、投手は打たれてもコメントしないといけないし、野手は打てなかったコメントをしないといけない、あそこのボンダがとか、あの一球がとか、そういうところは難しかったですね。もちろん遊びで投げているわけじゃないので、しっかり準備して投げた結果がそうなった時に全部背負ってしまうというか、どうしてもこの試合あなたのせいでこうなったでしょというふうに感じてしまう。それがずっと続くとプレッシャーにもなる。プロなのでそれは当たり前といえば当たり前かもしれないですけど、何気ない言葉が誇張されて見出しになり驚いたこともあったそうです。続けて、だったらいらんことはもう喋らないでおこうと慎重になっちゃうんですよね。誰かが守ってくれるわけでもないですし、だからみんなでかいことを言わなくなる。でもそういう風習も今はだいぶなくなってきていると思いますけどね。オリックスの選手はそういう点で助かっていると思います。変なプレッシャーはあまりないと思うし、ずっと見られているという感じではないので、と関西2球団の違いについて語りました。長年阪神でプレーし、ロッテに移籍後現役を引退した鳥谷敬が引退会見で、阪神では野球選手の鳥谷敬を演じている感じだったと明かしたことに、能見は共感したといいます。全然自分と違う人間がやっている感覚でした。野球選手としての人間を演じているというのが近いですね。もう一人違う自分を、野球をする人間を作っていました。ユニフォームを着替えたら元に戻るんですけど、在籍時のオリックスでは演じることなくありのままの自分でいられたそうです。他にも阪神からオリックスに移籍し、2球団の違いを語る球団 OB がいました。元エースが明かす阪神時代のトラウマ。セリーグで最後の20勝投手と言われた井川慶士は、1997年にドラフト2位で阪神に入団し、阪神のエースとして活躍。2003年に20勝5敗、防御率 2.80 で最多勝と沢村賞を獲得し、リーグ優勝に大きく貢献しました。
2006年にメジャー挑戦を表明し、ヤンキースに移籍。その後、アメリカから日本へと活躍の場を移すと、同じ関西球団であるオリックスに移籍します。日本で在籍した2チームは、共に関西を本拠地とする球団でしたが、その環境は全くの別物だったと井川は語ります。一番わかりやすい違いが、メディアの多さだと言います。阪神は日本で一番番記者が多いチームだと聞いたことがあります。いや、下手をすれば世界で一番かもしれません。細かな人数は分かりませんが、ヤンキースにいた頃よりも周囲を取り巻く記者の数は多かった気がします。記者の数が多いということは、それだけ注目度も高く、試合中はもちろん、練習中や移動中も常に周囲に人がいたり、もしくは知らないうちに写真を撮られるなど、自分が雑談だと思って話した一言が次の日に大々的に報道されたというのです。そんなことは日常茶飯事であり、阪神の選手は誰に教えられるわけでもなく、人前で言っていいことダメなことは勝手に学んでいくそうです。一方のオリックスでは、少なくとも私がいた頃はメディアの目を気にしている選手は一人もいませんでした。もちろん記者の人はいますが、試合結果やそれに関わるコメント以外が報道されることはまずありません。雑談が記事になるなんてことはありえないので、記者に対しての警戒心も全くありませんでしたと、両球団のマスコミの違いに驚いたそうです。また阪神時代は毎年キャンプの時期に、その年の番記者の方の顔写真、名前、媒体名が書かれたマスコミ名鑑が配られていました。それがないと本当に誰が誰だかわからないんです。ファンの皆さんが毎年選手名鑑で新戦力選手を覚えるように、私は毎年マスコミ名鑑を見て、新しい記者の方の顔や名前を覚えていました。マスコミ名鑑には記者の方の顔と名前、媒体名を一致させることはもちろんですが、この記者には余計なことは話してはいけないといった気をつけなければいけない媒体と記者を把握する目的もあったそうです。阪神を取り巻くたくさんのメディアの中には、当然ながらチームに対してあまり好意的な報道をしてくれない会社もあり、厄介なのは要注意の媒体が年によって変わり、特に監督が変わった時は気をつけなければいけないと言います。あの会社は去年までは監督と仲が良かったけど、新監督とはあまり関係が良くないから注意するように、みたいなケースがあるわけです。もちろん逆のパターンもあります。阪神時代はそうやって常に誰に何をいつどこで話すのか、神経を尖らせていなければいけませんでしたと、マスコミ対応には十分気をつけていたといいます。アメリカから帰ってきてオリックスに入団した時には、阪神とのあまりの違いに面食らったと井川は言います。プロ入りが阪神だったため、その環境が普通だと思っていましたが、オリックスに移籍して初めて自分が普通じゃない環境にいたことを思い知らされたそうです。同じ関西を拠点にしながら、チームを取り巻く環境が全く違う両チームですが、オリックスから阪神に移籍した場合はどう感じるのでしょうか。球団 OB が痛感した関西2球団の違い。関西2球団に現役時代に所属していたのが葛城育郎氏。オリックスで4年、阪神で8年間プレーした葛城氏は、現在は報徳学園のコーチとして球児たちを指導していますが、酸いも甘いも知る OB が関西2球団の違いについて語りました。葛城氏は1999年にドラフト2位でオリックスに入団。2年目の2001年にはレギュラーに定着し、130試合に出場。打率2割6分8厘、14本塁打と活躍。2003年オフに阪神へトレード移籍し、2011年に現役を引退。葛城氏は同じ関西の2球団でも、現役時代に雲泥の差を感じたといいます。まずはマスコミの数ですよね。阪神は1軍2軍どこにでも記者はうじゃうじゃいる。オリックスはイチローさんがいた時は多かったですが、移籍してからは記事にすらならない。阪神は何をしても記事になる。そこですよね。オリックス時代は勝っても負けても試合の記事を探すことが必要でしたが、
阪神はほぼ毎日一面を飾れと言います。トレード当初は驚きもあったようで、めちゃくちゃ衝撃だった。オリックスがサヨナラ勝ちしても負けた阪神が一面、なんでやって。それが僕が阪神にトレードされた時に一面になった。まだプレーもしてないのにと苦笑い。阪神移籍後はマスコミの多さに困惑し、勝てば騒がれ、負ければ叩かれるジェットコースターのような時を過ごしましたが、ある意味それが素直。お金をもらってプレーしているので、活躍したら賞賛を受け、失敗したら叩かれる。やっぱり目立ってなんぼ。ファンの前でやることも含めて、選手にとってはそれが一番だと思います。と当時を振り返りました。他にもオリックスのエースとして活躍し、FA で阪神に移籍した経験がある星野伸之氏も、関西2球団の違いについて語っています。星野氏は1983年にドラフトでオリックスの前身である阪急ブレーブスに入団。細身な体型で最高球速130キロの速球に80キロ台のスローカーブという、先発投手としては非常に少ない球種で勝負する異色の投手で、1987年から1997年まで11年連続2桁勝利を記録。あまりの球速の遅さにすっぽ抜けたカーブを、現在オリックスの監督である中嶋聡氏がミットを使わずに右手で直接捕球し、星野を超える速球で返球したことが話題になりました。そんな星野は2000年に FA で阪神に移籍した経験があります。両球団でプレーして一番の違いについて、阪神の方がファンの目が厳しい、オリックスの方がやんわりと、ファンの違いを第一に感じたようです。オリックス時代は1イニング5点6点取られても次頑張ってくれるだろうと見守ってもらえたそうですが、阪神ではあまり成績上げてなくてファンもイライラして結構ヤジもらいましたけど、プレッシャーもありますけど、いい時はドワーってきますからね。勝った時の爽快感が違うと、いい時も悪い時も球場の雰囲気が他とは全く違っていたと振り返っています。現在の両球団のファンに対しては、盛り上がり方は阪神がすごいけど、オリックスは女性ファンがすごい、山崎総一郎とかすごい人気ですよと述べていました。オリックスは前身の阪急が長らく兵庫県西宮球場を本拠地としていましたが、人気が上がらずついにオリックスに買収された経緯があります。その後神戸に移転しましたが、地域に根付くことはありませんでした。2004年には近鉄と合併し、メインの球場を大阪ドームに変更しましたが、合併劇により兵庫県民から見ればオリックスが逃げた印象が残り、大阪府民からはのこのこやってきた印象が残り、複雑な思いを抱かせたことから、大阪でのオリックスの存在感が弱いと感じられているのでしょう。一方阪神は関西地方を中心に熱狂的なファンを持つ球団であり、関西のファンだけでなく全国のアンチ巨人と言われる人々や関西メディアも含め、巨人に対して強い対抗意識を持ち、阪神は巨大な人気を集めることになりました。ファンがチームと一緒に相手チームと戦うという強い意識のもと、同じ日に球場に集まって、他のファン、球場には来れなかったけど自宅でテレビやラジオを通じて応援しているファンと一緒に応援しているんだという思いが強いからこそ、あれだけ力強く日本一と言われるような応援となったのでしょう。いかがだったでしょうか。阪神に比べると知名度やメディア露出が低いオリックスは、人気があまり注目されていないのも事実。しかしリーグ3連覇や関西2球団での日本シリーズの盛り上がりを見る限り、オリックスもまた知名度をさらに上げたのではないでしょうか。今後オリックスは育成の好循環が続くのか、阪神は野手の高齢化に対応できるのか、それぞれに懸念点はありますが、この先この2球団がペナントレースの軸になり、関西2強時代になるのは間違いなさそうですね。最後までご覧いただきありがとうございました。